武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。タイトルを述べましたら、一瞬のうちに加奈の顔が曇りました。っていう。またジジイ。<laughs> みたいな。 たりきって他の力のたりきですそうですそうですたりき本願のたりきじゃあ物理と哲学が一緒になっているような感じの宗教ですね宗教系ですかははいい。今週は宗教について語り,りま,しましょう、はい、たまにはこういうのいかがでしょうかまだ収束したわけではございませんが皆さんもそのことふっとね私にも突然ある日人生の終わりがなんてことをお考えになったんじゃないでしょうかねとにかくあの私もこの年齢ですね死というのが遠い出来事ではなくなりましてですね 前の年の5月に私はあのもう80半ばのまあ高齢だったんですけども長女を亡くしましてもうお話したと思いますが夜一緒にお酒を飲んで別れて私はちょっと仕事の関係でホテルに今行って次の日に亡くなったという報が入りました突然のことで一番上の姉が行ったわけで,で今年 おふくろの21回忌もありますんでやろうと思ったらできないということでねちょっとまあ人間の命というのは考えてみれば本当に儚いもんであっという間に私あの日本中を点々と歩きましてそういう風景にふっと出くわしたことがありましてこういう習慣があるんだなと思って驚いたことがありますがある田舎町 リハーサルが終わって昼間ぷラぷラ歩いておりましたあるお寺の境内に迷い込んだことがありまして出口探して右往左往をしておりますうちに本堂の扉が開いておりますよーく見ますとその寺の住職と10名ばかりの老婦人方が声を揃えてお経を唱えておられました、はい、この光景がお経のお勉強と言いますか死に方を学ぶというような 大だったみたいなんですよ、はい、まだ30代の若さでございましたけども、ある年齢になったら死を学ぶという年齢があるんだなと、うん、なことをその光景を見て思ったわけでありますとっても静かなそして真剣な横顔で住職の話を聞いておられましたああいう静けさを持つ老人になりたいもんだなと憧れたもんでありますがまあ家の方がね 浄土真宗でございます新蘭の短二章その言葉がいいんですね死の学び始めでございますねナムアミダブツを三枚におろしたいというふうに思います、うん、参りましょうかなさん。はい、平安末期から鎌倉にかけて極東の島国でこれはすごいことですね、うん、おそらく大陸の中国中華帝国そして半島の昭華朝鮮をモデルにしない アジアで初めての独自の政治の形を作った平安末期から鎌倉にかけて日本独自の政体これが何かと言いますと武家政権お侍さんたちが天下を動かしていく宗教とそのいわゆる権力二つを握っておりました天皇を別個の次元に置きまして実際の政治は武家がやるということ侍という新しい価値観が この時代に醸されたわけでありますな、はい、平安の頃はといいますと美美しさといいますのはハラハラと散る桜 <laughs> その桜の暴れさそれが美しかった、はい、これが平安の美であります、うん、散る桜が美しい鎌倉違う美の基準がこれは暴れの真ん中に「つ」が入って「あっぱれ」お。 桜吹雪あの桜吹雪があっぱれ、うん、そのハラハラと哀れに散るのではないと戦場で見事に花吹雪のごとく散るというあっぱれがで宗教界もこれでございまして貴族が独占しておりました仏教も一人の天才の登場によりましてがらりと様相が変わる。 これが何かと言いますと絶対たりきはいすがるんだうんひたすら阿弥陀仏その名を呼べば極楽へ行けるんだという浄土宗が起きるわけでございますね毎、はい、朝この放送局に来る時に東京の大きな寺院これは浄土宗ですねあそこね。 そこのお寺の前を通ってくるんですがこの浄土宗を起こした方がどういう方かといいますと法然という方でございまして長正2年1133年岡山三坂久米の横領氏これはあの治安維持の官僚でございますけどもそこのお家に生まれまして 権力争いからお父様は9歳の法然の目の前で斬殺されてるんであります、うん、殺人現場を見ちゃったわけでありますな、はい、ところがこのお父様がすごかった撃たれて死ぬ間際我が子9歳の法然を呼び寄せましておっしゃった言葉があだ打ち無用。 ちななんかしなくていい、うん、息も絶え絶えにそうせがれ静止丸を解きまして私のことを思うんだったら私を供養するために立派なお坊さんになっておくれこの一言を聞きまして静止丸後の法然は比叡山延暦寺へ登りまして天台宗を学ぶという面白くもなんともない <laughs> <laughs> そんな顔をして聞いておりますよ皆さん。<laughs> これからですよねこれから面白くなります、はい、この続きまた明日のマネタの上で武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですたりの哲学前から時々やっておりますが、はい、三枚おろしの中の宗教シリーズだと思って聞いていただくと嬉しいございます川出書房新社でございます森中孝明さん 思想っていうのを前から惹かれていてまたあの私個人的に親鸞という思想家がなんとなくでありますが好きなもんでありますから親鸞の始まりはそのお師匠さんの法然でございまして子どもの頃の名前は聖志丸だったらしいんであります比叡山延暦寺に登りまして中国に起こった新しい仏教解釈に惹かれていくわけでありますな中国に禅道大師という偉いお坊さんがいらっしゃいましてこの方が 無料寿教というお経に解釈をつけたそれはどういうことかというとお寺関係の方いし人が、はいね比較的分かりやすく悟りを得て仏になろうとする法蔵菩薩という人がいた、はい、その人がですねそのランクが上がるんでありますがそのランクが仏になるという時にですね、うん、とんでもない誓いを立てた。 それがですね普通の人たちが極楽に生まれたいと願っているだけどその願いが届かず全ての人が極楽に行けなかったら私は仏にはならない、うん、ここなんですよはい浄土宗というのの凄さはね、はい、これをですね私一回喋って京都のお坊さんに怒られちゃったね。<っ>だけどもう一回繰り返すかなさん あの中国の禅道大師というお坊さんの残した言葉ですよ遠い遠い昔伝説に立派なその悟った人になろうとする直前に願いを立てたその願いの一つにみんなが極楽に死んだ後は生きたいと願っているでもそのために一生懸命念仏を唱えているのにその願いがかなわず一人でも 念仏を唱えているのに極楽に行けなかったっていう人がいたら私は別にブッダ仏にならなくていい、うん、すごい近いですよね。うん、でこのお経の一部を法然は読み替えるんですよこの無良儒経というお経をね、はい、これは「十万の衆生我が名号を称すること十世に至らんと我が眼力に乗ってもし小絶場 昇格をら具体的に言いますと法然は念仏を10回唱えても極楽に行けなかったとしたら私は別に悟った人にならなくてもいいですっていう、はい、これは何をその当時意味してショックだったかと言いますと仏教というのはですね三越や高島屋で売られていたものしごく値段の高いものなんです。 極楽に行くためにはですねお寺をドーンと建てたり大きい仏像を建てたりしないといけないって言われてた、はい、だから一般の人はもうみんな諦めてるわけよ、うん、ところが法然はこの仏教の教えをコンビニで販売した、うん、それは何か一回唱えないもう行ける唱えればいいんです、ね、唱えればいいんです ごめんなまりがあるねダ <laughs> ダブブそれを唱えれば極楽にいけるというでお坊さんの間にもショックが走って「なバカな」とそんな安っぽいもんか俺たちは一回言えばいいんだって俺は必要ないじゃんっていう話になるわけですが、はい、いろんな方から質問を浴びせられる法然はといていわく一世の念仏と十世の念仏と功徳の優劣はいかん。 法然答えて曰くただ同じことなり解いて曰く最後の念仏と平成の念仏いずれが優れたるや法然答えて曰く同じことなり10回念仏を唱えるのと1回念仏を唱えるのどっちが尊いんだ同じ命を懸けた最後の念仏それと普段な生んだ生んだ」って適当に言ってる念仏どっちが優れているんだ同じ 法然、うん、はこう解釈した「君は何とも思わないか」「<laughs> 何かここで思わなくちゃいけないんですか」「思えよ」「<laughs> 思えよ」「すごい発想だよ」<laughs> はいランクをつけないんだよでもそうなっちゃうと今までランクつけてお金出してた人はすごい不公平感を感じますよ。うん、俺たたち金出してててやっっんだよって、うん ごめん、そっち側の人間だな。だそっち側じゃないですけど、ああそっちの人の気持ちをどう晴らせばいいんですかね。かなね。平安期を通して貴族のみに許された極楽王女。うん、法然は禅道大師の無料図教というお教の解釈をほんのわずか読み替えて、誰でも王女をできるとしてしまった。 行天の教えだったわけです。はい、でしかも、ボンクラ坊さんだったらいいんだよ。あいつはバカだからとかって進むんだけども、法然は、比叡山で知恵第一の法然坊って言われるくらいトップなのよ。はい、それがこんなことを言い出したもんだから。でも、法然は、偉いんだな。一歩も譲らない。貫き通したという。うこの続きまた明日のまな板の上で。 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳乃です。波安田物。波安波。波安波田物をやっております。はい、ごめんなさい。<laughs> タリを解いておりますがタリキってあの若いうちは軽蔑してるよね。タリキ本願っていうと人頼みみたいな。はい。自力本願これがいいんだって。でもね年取ってくるとね。 かなねたりきが、ね、身に染みてくんだよ、はい、人間の力なんて儚いもんだよな、はい、今のところかなさんひたすら早く終われって祈ってらっしゃるような顔で <laughs> あのお相手をしてくださってるんですけどもこの出来事ってでかいと思うのよ、うん、この後この法年の後に新蘭が続きますけども新蘭ってのが今でさえもたじろぐほどの 過激なたり思想なんですよ、はい、それからその後一辺という人が続きますすごいんです発想が、はい、で、比叡山で知恵第一と言われた法然坊であります彼の解き始めたところは仏教界に衝撃を与えますその上で法然さんがすごいのは経典とされている無量寿経という尊いお経にまでも疑いを持っているつまり バイブルに書かれていることを牧師さんが疑うのと同じことを法然はやっているんであります。うん、それは一体何かと言いますとインドは今でもそうですよ加ちさんインド発生の仏教は激しく女性性女性の性を否定する社会であります。はいいに女性はいないとされ女性は男に生まれない限り往生できないと極楽いけないんですよ、うん、あなたは女性に生まれたというだけで。はいで これに対して法然は堂々と何と言ったか鎌倉の世に言ったことは一言これについて疑いありと否定したわけであります。念仏往生のがん男女を厭わす来合院接も男女にわたる念仏往生これは男女を見極めるはずがないんだと両方とも極楽に行けるっていうのは当然じゃないですか。 いいうねはい、これはやっぱりその当時の女性に衝撃を与えた男女平等の先駆けそうなんですよだってあの天才と言われた空海でさえも自分の本拠地である高野山においては女性が入ってはいけないエリアっていうのを作ったわけですから<ー>真ん中入れないんだよあれ一番いいところは。<ー>そのぐるーっとのとと縁こ 女性が入れるエリアのことをまた響きいいけどな女人荒野って言うんですよ女人荒野うん女性立ち入り許すエリアで真ん中の本堂のところには女性を入れないんですよ、うん、でも法然違う男性が許されるんだったら女の人が許されるのは当たり前じゃないですかっていう,うん、うん、こっからその仏教というのが空中の教えではなくて地上に降りてきたんだな はい、仏教とは空でなく大地のものになったこれもまた京都の,あの浄土宗の人から怒られるかもしんないけど私はそう思うんだけど「法然の読み替え」っていうのはすさまじい破壊力を持った漢無量図教に関してもし宗教あってかの国に祥然と願う者三種の心を欲してすなわち往生を指南三種の心とは一体何かと言いますと真実を信じているから信心 深く信じている、うん、それからエコを発願でいいのかな強く願う心は真実と深く信じることそして強く願うことこの3つの心がないと往生はかなわない極楽には行けないこれが金さん定説だったんです、はい、ところが法然は違うんです何ここ、うん、と読み替えたか 三心知らずとも往生した人のあり往生を願えば自然に三心は備わる三つも良い心があるんで往生したんじゃない、うん、往生したいなと願うと三つの心がくっついてくるんだってフログみたいにはあ、<laughs> いいでしょうはい。おおらかですねおおらかだよね、うん 三心3つの良い心強い心深く信じる心そしてまことの心これは仏が皆さんに与えるものであって自分の力で取れるもんじゃないんだっていう、はい、これはいいね「法然の往生は救済の意味でキリストの愛を連想させる」これいいと思わないこれあんたバイブル系だよな 大学はそうですけれども、<あ>全然詳しくない。あの証拠は覚えとらんか。貧しき人は幸いである。天国は彼らのためにある。はい。な、はいじゃん。私幼稚園もキリスト教だったんですけど。もうずっと聖書読まされてたんだけど、何一つ覚えてないんです。もう。もう <laughs> すいません。キリストは。 詩人のごとく美しい言葉で神を語ったんですね教のにありてあすろに投げ入れられるののゆりよも神はかくよそういたまえばましてなじら人間親なんじらこれよりもはるかに優れるものならずや先生それ覚えてらっしゃる<ー>すごいですね <laughs> このほとんどキリスト教的愛というのを司会、はい、山のお坊さんが単独でやり遂げていくんですんほってなすごいな でこの法然の後に出てくるのが親鸞お弟子さんなんですがこの人はもっと過激になるその面白ささうんなんだか一人でこうどうぞお進みください。もうねね皆さん、ね、完璧にかな投げてますというわけでございましてこの次また明日の「もな板」の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈です浄土宗その浄土宗の流れを語っておりますあの宗教というのは生乾きではなかなか扱いにくいんですがもう鎌倉となりますと乾いておりますので扱いやすいございますここで私たち日本人が驚かなかな,ならないのはインドを発生の地として中国に渡り絢爛と花開いた仏教文化 朝鮮半島を伝って日本にやってくるんですが日本人がその仏教を自分たちの手で解釈し始めた、うん、法念という人を扱いました、ねはい、法念ってのは相当すごい人だわ、うん、この人はキリストが説いている愛と同じようなことなんですよ法念がお説教してるとね、貧しい人とか病の人とかね、身分の低い芸人みたいなのが 彼を取り囲んでもうまさにキリストの話を聞くあの民みたいな感じでこうしゃがみ込んで聞いてるんだけど柱の陰からあの遊女の人人売春婦の人たちが聞いてる<ー>その当時末法の世鎌倉の時代戦ばっかりの時代にあって極楽に行けるよあんただってって言われることのね安らぎってすごいみたい<ー>そして法然の次に出てきたのが死んだ。 神蘭っていうのがね、これ相当身分の高い方なんでありますけども、比叡山で学んでいて、下の町まで法然のお説教を聞きに行ったって言うから、植、はい、えてたんだろうね、そういう教えにね。はい、ここまたね、比叡山にいい話が残ってんな、これ。神、うん、蘭が、あの、うん、布団に詰め物をして、それで比叡山を抜け出して、 京都の町下の町まで4畳5畳まで降りていくわけものすごい距離あるんだ、はい、毎晩行っちゃう天候があるんだよ寝てるかどうかの、うん、その時に布団抜け出してるじゃんなんか詰め物はしてるんだけどもまあ座布団かなんかだからすぐバレちゃうよなでも必ず人型がそこにあるんだってちゃんと人が寝てるんだって<ー>いい話だと思わないえどういうことですかあの診断 天候でバレて怒られるのかわいそうだからっつって立ってた仏像が親鸞の代わりに寝てあげてたんだってそういうことそんである日のこと突然夜食でそばタイムが始まったらしいのよはい親鸞下の町に法然の話聞きっていないじゃん、はい、驚くなよ比叡山の食堂で仏像がそば食ってたって <laughs> <laughs> 伝説で残ってますな <laughs> すごいか漫画「日本昔話」みたいな,、ね、なんかね「身代わり地蔵」っつってね <laughs> へえ<ー>、うん、この親鸞はどこに引き付けられたかというとその自力否定だよ、ね、まず「自力と申す」は我が心の計らいによって乱れ心をつくろい「めでとう浄土へ往生せんと思う」を「自力と申す」なり「他力と申す」は「 阿弥陀如来の御誓い本願を信じる他力と申す他力は義なきを義とするその宝蔵菩薩の誓いを立てたその誓いを信じるそして自分の力で極楽に行こうというそんなことを捨ててしまうんだ、うん、自分の意志を捨てて任せるんだ任せるっていうことが一番勇気がいるんだ。 からさん、はい、キャリアウーマン気取ってるけど脆いもんだぜ、えー、はい。で新蘭は法然様の言う通りだって言うんでものすごいね奥さんもらっちゃうえー？その当時のお坊さんとしては絶対やってはいけないんだけどいいんですか彼が始めるんだよ<ー>、うん、法然さんの言う通り間違いないんだ<ー>法然さん言ってるんだ女性も一緒に極楽に行ける 極楽に行けないから女性を妻にしないというのはお坊さんだった、うん、けども親鸞は違う夫婦揃って行けるんだからっつんで奥さんもらっちゃう革革命命的です、ね、ほらやっと分かっとかかかたろいかに革命か、ね、そして法然は悪の軽量化を否定したこれはどういうことかというと「ミダは善悪のメジャーではない」うん「仏様が見てるよ」「そんなこと言わない」あの悪っていうのを仏に 相対するものとしないで病とした<う>心が病気なんだから、うん、で法然が言ったことは「悪人も王女極楽に行けます王女できますよ善人は当然王女できますけどね」うん、ってこうところが親鸞は「悪人は王女できる善人は当然王女できる」というこの言い方をひっくり返して「優に」こと書いて「 善人名を持って王城水湾に悪人をや善人行けますよ極楽に悪人行けるに決まってるじゃないですかって太鼓板をしちゃったわけだ、うん、この反転の意味これは重大ですね王城は悪人のためにこそ如来が用意したんだと宝蔵菩薩がそのも とも有名な言葉が弟子ユイと語り合った短二章に記録されております、はい、これ俺も好きなんだったな新壇の言葉例えば人を千人殺してんや王女は一条すべしいいね <laughs> 武田時々間違った続説を言うかもしれませんがどうぞ自社関係の方お寺関係の方続説で武田はそういう話をしているんだということで、はい、納得していただければと思いますがこの続きまた明日のもらいの上で武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですというわけで鎌倉の世に起こった 浄土思想浄土宗というよりも浄土思想の流れそれをあの語っとるんですがここからなんですよ皆さん、うん、日本が中華の文明から離れ朝鮮のにあります昇化思想から離れ日本独自の国の形になったのは皆さん鎌倉ですよ鎌倉からですよはい平安の方々は朝鮮半島あるいは中国のとほぼ雛形が一緒でござん、うん、鎌倉国家 この一翼を担ったのが仏教というものを根底的に革命を起こした浄土思想の流れそのトップオブリーダーが法然2番手に続いたのが親鸞。親鸞すごいですね。たとえ人千人殺し天や往生一条すれし強縁なきにより害せざるなり我が心よくて殺さぬにあらす。 また外世児と思うとも、百人千人殺すこともあるべし。人を千人殺してごらんなさい。そういう罪人のために、宝蔵菩薩は、極楽に案内する、案内役を買って出られたんだ。自分がものすごくいい人だから、人を傷つけたりしないんじゃない。我が心が良くて、心が良心に満ち満ち溢れていて、人を殺したりしないんじゃない。たまたまそういう縁がなかっただけじゃないか。 はい、ああ人だけは殺したくないそう思っても時とし人は100人1,000人殺すことがあるんだっていうそういう人生を生きてるんですよ皆さんって親鸞は特にすごいですね。親鸞、はい、にあるのはキリスト教の現在から立ち起こってくる神への誘いではないんであります。人間存在そのものもにに対してキリスト教はお前に罪があるんだという。 何の罪、うん、キリスト教行ったんでしょキリスト教系はいりんご食ったからでしょエデンの園であ<ー>それを「原罪」と呼ぶんでしょあ、はい、つまり最初に罪があるその罪をよ許してもらうために神を受け入れなければならない、うん、でもリンゴ食った思いい出がないんだよな<え>お前お前ないだろお前食ったりんご食ったり、うんご 俺も何べん考えてもさ生まれる前にリンゴ食ったっていう思い出がないんだよ。ないですないです。ない,ですない,ないよな。ないですそこが日本人の宗教観とマッチしないのよ。はい。あの異国の人つまりキリスト教圏の人はそれを受け入れてキリストに行くんだけどうん、うん、我々はねリ,リンゴ食ってないっていうのがあるんだよ。はい。う否定から入っていいくんじゃないお前 許されている許しから入っていくのが浄土宗浄土思想なんだという,うそれまでその仏というのはあるいは神というものでも構いません善悪を図る最低者であったジョン・レノンも言っていますね「God is a concept by which our major all o pain」って言ってますねちょっと違う感じかちょっと違うか違ちょっと発音悪いことましたが <laughs> はい「神は善悪を図るメジャーか」 ってジョンレノンは言っとるんでありますが、はい、浄土思想は違う。計らない。うん、人間の存在を罪有。責から始める西洋の宗教に対し、浄土思想は赦しからとく、うん、奇跡的ですよ。こういう発想はね。はい、あのこれ浄土真宗のお坊さんが来た。怒っちゃうかな。俺ね。あの六角堂の祈りって好きなんだよね。 六角堂の祈り、うん、京都に六角堂っていうお寺があってのはそこに親鸞が悟りを開くために拝んでるわけよ。でも親鸞隠してはいるんだけどさ若いじゃん、はい、性欲っていうのがどうしても。うん、そんで性欲にまみれた自分っていうのはきっと宝蔵菩薩も観音様も如来様も嫌っておられると思って眠りについちゃう。 と目を覚ますと絶世の美女<お>マリリン・モンローが黒髪になったような美女が立っている <laughs> はいその時にもうカーッとこう体が熱くなった神羅が「あなたは誰?」って聞くとその美女曰く私は蔵菩薩 <laughs> なんかちょっと都合のいい話に思えるんですけど <laughs> なんでそんなことないんですか 都合悪くないよ <laughs> <え>その時に親鸞がハラハラと自分の性欲を恥じたという恥じてやめたんですかそう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 やめたんです、うん、見もだえするぐらいの性欲が親鸞の中にあってももう許してくれてるっていう,うこれはねあの違う話になったりなんかするんでありますいわゆる俗説ですね京都に六角堂ありますからね私もその話が好きで行ったんですけど一行も書いてなかったんですよね 一行もなかったののお寺さんのあれにはねで俺どっかからこの話聞いてもう <laughs>、はい、これが俺のそうそうお時間ですのでのあせん、はい、えということで今週これでか <laughs> ちょっとすいませんね皆さん宗教関係の皆さん申し訳ございませんがどうぞお許しくださいね。であ来週ねどん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 深くていいとこ入っていきますんでね、はい、ちょっとあの,あのちょっと薄物の話で。 締めくくるという今週でございますけどもまた来週のまな板の上で。